キモい、キモすぎる。わあ、コールオブデューティーって人生なんだよね。ハロレキー、皆様ごきげんよう、星名レキです。さて皆さん、新作 CODBO6 満喫していらっしゃいますでしょうか？私はとっても満喫しています。まあね、どれぐらい満喫しているかというとですね、先日 BO6 リリース直後からプレイを開始して、超超長時間配信するぐらい楽しんでおります。超超長時間ってどれぐらいかというとですね、なんと約42時間連続プレイ配信をしていました。もちろんこれ就寝なしでになります。まあね、あの前作 MW3 では約48時間耐久配信を達成していたので、まあ、今回もって感じになっちゃいましたね。企画としてはこんな感じでやってました。24時間をデフォルトにプラスアルファリスナーの皆さんに追加していただくといった形ですね。で、そこでですね、そこまで超超長時間配信になってくると、面白かったシーンなどを見逃したよって方もね、いらっしゃるかと思いますので、今回の動画は、その42時間配信の名シーン切り抜き集、ダイジェストをお送りしたいと思います。少しでも面白かったよとか、COD が大好きな星名歴を応援してくれるよって方は、高評価、コメント、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてそして普段の生配信は Twitch で行っております。歴もできればあなたとリアルタイムでお話がしたいと思っています。お時間が合う時にぜひ遊びに来てください。それでは早速本編の方へ、レッツゴー。配信時間が、2時間40分伸びましたね。レキちゃまごついおじさんになってる。あ、オペレータースキン変えるの忘れてた。どれにしよう、エンフォーサー。え、なんか挟まったんだけど。はは、なに、初手挟まったんだけど。ねえ、初手挟まった。ね、初手挟まった。歴初手最初のデスゲインあれなんだけど、最初のデスゲインドアに挟まりしなんだけど、眩しいって。もうキモい、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 もう2連できたし、絶対タクティカルなんちゃらだろ。2個持ってただろ。フラッシュ強いの、そして分かってるやろ。死ね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 、フラッシュマン。ちょっと情報値海鮮丼食べていいか、ちょっと。元気さん、ありがとうございます。嘘、わーわー、こんにちは。こんけんき、こんけんき、こんけんきとかいう挨拶になってんの今。こんけんき、もうありがとう、これからよろしくね。こんけんきです、ありがとうございます。今日はね、あのツイッチさんのトップページに載せさせていただいておりまして、これからよろしくね。コールオブデューティーブラックオプス6をやらせていただいております。去年とかはね、48時間寝ずに COD やり続けたんですよ。なんで48まではいけますかね。うん、まだまだ夜は長いですよ。まだ夜じゃないけど、ちょっと今ね、常温で約8時間ぐらい放置した海鮮丼を食べようかなってしてたところです、今ちょうど。親の仇でも何でもないです。あの本当にコールオブデューティーが大好きで、アイラブコールオブデューティーの精神で長時間やっております。片親系ですか。一応両親はね、あのギリいますね。ギリとか言っちゃった、もう年なんでね、両親よろしくね。ギリギリじゃない、ギリじゃない、ちゃんと生きてる。
殺しても死ななさそうって若い時言われてた父親がね、あの胃がんになって殺さなくても死にそうだったっていう。これからよろしくね。ありがとうございます。星名歴、そしてコールオブデューティーを知っていただきありがとうございます。コールオブデューティーブラックオプス6は、本日発売したばっかりになります。気になる方はぜひね、ここってどうなのとか面白いとか配信で聞いていただいて、これからよろしくね、判断材料にしていただくと嬉しい限りでございます。ちなみに Xbox ゲームパスに今回加入してるので、 Xbox ゲームパスって990円で遊べるんですよ、月で。それを30で割ると33円になるんですね、1日。1時間で割ると1.4円になるんですよ。1時間 1.4 円で COD 遊べるんで、実質無料なんです。1時間 1.4 円ってもう無料でしょ。なんで COD BO6、 無料で遊べます。これね、普通に最初入って1ヶ月遊んで、あ、もうちょっともういいかなってなった時に解約もできるんでね。人質取られてないです。本当に純粋にコールオブデューティーが好きなんです、レキちゃん。一日中寝ずにやれってこと？そういうこと。何？何？は？ふざけんなお前！ふざけんなお前！何してやがんだよお前！ふざけんなよ！死ねー！渾身の格闘長押しされた。死ねーお前！誰かわからんけど。あ、気持ちいいかも。今のトリプルキルは気持ちよかったかも。いっぱいいる、いっぱいいる。強くね？雑に強い。びっくりした。な、ちょっと待って。な、ただいま。フォローありがとう。え、何？これからよろしくね。な、え？あ、根元気した。根元気した？根元気です。ありがとうございます。すごい。元気さんとどういう関係ですか？あれです。今流行りの。ヨットモってやつです。知ってる？みんなヨットモ。これ知らなかったら今時の若い子についていけないらしいっすよ。こないだこっそりボドカさんの配信を見た時に、ヨットモって何よみたいな話をしてて、道端でヨってするぐらいの感じらしい。道端でヨってするぐらいの関係性のことをヨットモって言うらしい。ネットヨットモです。ちょ待ってください、これ配信時間これ伸び、エレキだって昨日、違う、一昨日の0時からやってるんですよ。ケンキが普段なら2日連続でレイドしない、つまりそういうことって言ってました。どういうこと？それ、憶測を呼ぶ回答じゃん。匂わせ？フォローありがとう。これからよろしくね。そう。違う。レキが一番笑ったポイントは、このさ、フォローありがとう。違う、漏れたって言った時に、この、コタちゃんだっけ？コタちゃんが、何みたいな感じで走ってるとこいっちゃおもろい。お前どうした？みたいな感じで走ってくのがいっちゃおもろい。何これ、漏れたとクソがかかってんの？これ。高度なシャレ？これ。おら、走り回ってやるよ、お前ら。ハクガクシカジカで増えました、時間が。あそこガチキモくない？
行こうぜ。でー、あ、やってますねこれね。これトロールってやつですね。これトロールってやつ。うまっ、うますぎ、うますぎ。買ってみてください。ありがとうございます。あ、うまいって、うまいって。あ、下手くそ。投げナイフのつもりでグレ投げちゃった。煽りで草。煽っちゃったよ。じゃ最後に大好きなハードポイントで、通常マップで好きなマップ来たらやろう。で、絶対に勝つ。絶対に勝つ。まあ、嫌なマップもしなくちゃいけませんよ。これさ、一番最初にやったマップじゃないこれ。真剣にプレイしよう。マジで。なんかラグいな。なんだろう。フレームレートがすごい低いわ。真剣にやるよ、歴は。なあ、ラグいなんか、それのせいでラグくないゲームだ、ねえ。それのせいでラグくないゲーム。なんでだろうね。なんでだろうね。ちゃうね。もう勝てないもん、打ち合いに。PC つけっぱだから、絶対違うから。もうラグい、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 ラグい。なに、なんで、なにこれ。なにこれ、なにこれ。なにこれ。なにこれ、クソ邪魔、クソ邪魔。何もう、何あれ、設定した覚えないって、歴あんな。やばいって、負けるってお前ら。やばい、負ける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 負け。まあそういうことだよね。人生そんなうまくいかないっていうことを体現してくれてるよね、これは。コールオブデューティーって人生なんだよね。そんなうまくいくかって話よね。あー、勝ちたかった、勝ちたかったー。くっそ、絶対勝てたー。絶対勝てたー。悔しい。皆様、本日もお集まりいただき、誠にありがとうございました。最後はちょっと貧困法制にね、終わりたいと思います。42時間配信をさせていただきました。まあしかしね、最後にレキをリスナーが結託してレキをいじめてきたとはいえ、やっぱりね、リスナーの皆さん、ありきの配信生活でございますゆえ、皆様にどうしても、嫌が応でもお礼を言わざるを得ません。ありがとうございました。嫌でもね、嫌でもお礼を言わないといけません。ね、今後もレキは、コールオブデューティーを、愛し、そしてプレイしていくものとして活動を頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。お風呂には気が向いたら入ります。ではでは、おつれき、バイバーイ。